将軍。ようやく来たな、王子。だ、俺は何すれば言った？亡き王の魂に触れることで力が新王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか？バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる？お前は王の責務を託されたんだ。託したって？じゃあなんで言わなかったんだよ！笑って送り出しただろ！俺は！騙されたじゃねえか。あの日は王としてではなく、父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、新王になら、この国を、民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。お前に受け継がれた。